皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2014年公開の、インターステラー。現代、インターステラー。監督はクリストファー・ノーラン。脚本はクリストファー・ノーランとジョナサン・ノーラン。主な出演は、マシュー・マコノヒー、アン・ハサウェイ、ジェシカ・チャステイン、など。近未来、地球規模の食糧難と環境変化によって人類滅亡へのカウントダウンが進んでいた。そんな中、宇宙で新たに発見された未開地へ旅立つというミッションに元エンジニアの男が大抜擢される。彼は家族に帰還を約束し宇宙船へ乗り込む。というストーリー。美しい映像や盛り上げる音楽、そして独自の世界観は安定のノーラン監督作品。非常にオリジナリティの高い内容は、伏線などは回収されてうまくまとまっているが、全体的に話が少々難しすぎかも。ただ物語の中心に人間味がきちんと据えてあるので、物理学や科学的な細かい点をさらっと流しても、大体の雰囲気だけで楽しめるのはさすが。ということで、評価は。Thumbs up.